1964年の太陽ホエールズでは、1964年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、三原治監督の5年目のシーズンである。開幕から自慢の打線、メガトン打線は打ちまくり、阪神とのデッドヒートの果て、前半折り返し時点では、首位太陽、2位阪神との差は6.5ゲームと、引き離した。 だが後半メガトン打戦の夏休みで連敗が続き、前半以上の阪神との激しいデッドヒート、そして9月18日の中日に勝った対応は、20日の対阪神戦ダブルヘッダー、22日の対巨人戦ダブル、24日の対阪神戦ダブルの計6戦に3勝3敗以上で優勝となるところまで来た。 その後20日の阪神戦は阪神の連勝になるも続く巨人戦は太陽が連勝してついに太陽のマジックナンバー1が点灯した。だが24日の阪神戦は台風の影響で2日延びて26日に行われるが太陽は連敗して全日程を終了。阪神の残り3試合29日の国鉄戦30日の 中日戦ダブルが3連敗か1勝2敗なら、太陽の優勝となる。しかし阪神は、この3戦を全勝し、優勝をさらわれてしまった。太陽はこの年、以後横浜ベースターズ時代の1998年に優勝するまで、優勝は愚か優勝争いとは無縁の球団になってしまう。投手陣は3年目の稲川誠が秋山登ると並んで、 チーム最多の21勝、新人王の高橋茂之が17勝を挙げるなど、打工傾向の中でもチーム防御率3点台を記録。打撃陣は、リーグ2位の134本塁が、リーグ1位のチーム打率25、255とメガトン打線が活躍した1年間だった。この年からユニフォームに、日本球界初のセネームを採用。ただしホーム用は、本拠地名の、 川崎で、ビジター用は、後期より選手名を付けるというやり方だった。ありがとうございます。